こんにちは、皆さん。アナブリック総合研究所のケンジです。今日もよろしくお願いします。今日は最近のドーピング問題について話していきたいと思います。ステロイド禁止の、ね、大会に、ドーピングして、ね、出場する人たちが、出ていってきてると。マジでどうしようもないと、思います。健康被害になって、ね、問題にならないぐらい、深刻な問題ですね。日本の、フィットネス大会で、ね、ドーピングをしているのは皆さんもご存知な JBBF だけ。だからユーザーが、ね、コンテストに出るんだったら、基本的には JBBF 以外のコンテストに出るのが、常識ですね。俺が出場している人たちはね、大体 FWJ の、選手とか、あとナバにね、ちょっといたり、後からね、JBBF に出てたってね、聞くこともあるけど、それはちょっとね、もう論外ですね。JBBF に出そうなクライアントからね、よく、こんな質問がね、来ます。この薬は検査に引っかからないように、いつにね、やめればいいんですかとか、あとは、成長ホルモンやね、インスリンはバレないんですかとかね、だからね、この人、JBBF の大会に出るつもりなんじゃないかなってね、気に、することもね、あります。そして、ドーピングチェックで陽性になってしまう、期間に関してなんですけども、ステロイドのね、検出期間って、使う、ステロイドのタイプや量によってもめっちゃ違うんですけど、みんなね、勘違いしているのは、ステロイドが体内に残っているから陽性になるんじゃなくて、実際にはステロイドの代謝物をね、検出しています。だから例えば、ディカティラルボリンはね、数ヶ月で体内から抜けると、ね、言うんですけども、その代謝物は1年以上も体内に残っているから、それが検出されるからね、ドーピングで陽性になるというわけです。他のステロイドの検出問題に関してはね、あえてここではね、触れないんですけど、あと PCT 用のね、薬剤でも、意外と長く残ったりするから、気をつけないといけない。気をつけるというか、でも個人的にはね、ステロイドを使うなら JBBF にね、出るべきじゃないとね、思います。だってね、ナチュラルな人たちとまずフェアじゃないじゃないですか。ね。それと何よりもナチュラル団体の大会で嘘をついてね、使って勝ち取ったところで、順位がね、上位になったところで満足できるのかなとね、思います。最近 JBBF の、女性選手で、陽性反応が出たらしいと、いうことを聞いたんですけども、なんでね、そんなにね、必死に JBBF にね、出ようとするのかなと、めっちゃ気になります。話によると、トレンボロンを使っていたらしいんですけど、多分ね、トレンボロンを使っていたなら、もしかするとね、テストステロンやステロンなんかスタックしてたんじゃないかなと。それだったらね、かなりハードなね、細工ですよね。俺もね、クライアントでね、トレンボロンを指導して、JBBF に、出るなんていうことはね、ないと思うんですけど、女性に普通に使っていいステロイドじゃないですね。俺は基本的にね、健康を優先して考えているから、ステロイド向けのサイクルを教えるときに、ステージ直前にね、利尿剤を使わしたりはね、しません。あまりにもね、危険ですからね。ドライな感じを出すために、水分の減らしたりするなら、他にもいい方法がね、いくつかね、あります。そして JBBF に出るなら、できればステロイドなんか使わずに、それなりのね、正しい食事と、トレーニングでね、がっちり筋肉をつけてほしいなと。ナチュラルでもね、すごい人はね、たくさんいます。日本の、ナチュラルボディビルダーはね、世界的に見てもね、レベルがね、高い、方だとね、思います。そして、ステロイドを使うなら、もっと違う次元をね、目指してほしいですね。もし、ドーピングのないね、大会で、世界を目指しているにしても、ステロイドをね、使わないと勝てないようなトレーニングや食事法じゃね、絶対に、通用しないですね。ステロイドをね、使っている奴らと、戦うのなら、同じ条件で戦わないと、まず意味がないというかね、ステロイドを使うと、確実に大きくなるけど、それにはそれ用のね、正しいトレーニングと、食事法もね、大切です。大事です。要は、ナチュラルビルダーと同じようなね、基本を大切にするんだけど、ステロイドを使う人たちは、それ以上に知識が豊富じゃないと、ダメです。
ステロイドユーザーとね、ナチュラルビルダーでは知っておきべき情報が違うと。まずステロイドのサイクルや副作用についてはナチュラルビルダーはね、知らなくていい情報ですね。ステロイドを使う人はそれに関して詳しくないとまずいけないと。副作用も気をつけなければいけないと。そしてメンタルのね、持ち方もね、ナチュラルとは違います。ステロイドを使う人は精神面でも大変なことがあることが多い。経験者同士でね、情報を共有することも、それで助けられることもあります。トレーニングもね、ステロイドを効果的に使うためにさらに高度な知識が必要なんです。だからステロイドユーザーはナチュラルユーザーよりも多くの、ね、知識を身につけないともいけないと。日本のフィットネス業界ではステロイドユーザーが増えてきているという面もあるんだけど、もし使うのであれば被害を最小限に抑えることを目指すために、このアナボリック総合研究所が設立されました。最近ね、たくさんの人ねフォローしてくれて、ツイッターの DM でもね、個別に相談がね多くなってきたので、そろそろ本格的にね募集を開始しようかなとね思っています。またね、近々報告するのでしばらくお待ちくださいということで、今回はこんな感じです。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。